こんにちは。2020年、第3回前頭幕、解説の3本目ですね。とにかくね、やっぱり難しいですよ、本当。難しいと思う。なかなかね、だけセンターの大体、平均が60点台でしょ。毎年ね。これ、もしこのテンションで作ったならですよ。共通テスト。まあ、間違いなく下がるでしょうね。僕10点くらい下がるんじゃないかなと思いますけどね。そういうことでね、難しくなりましたけど、条件はみんな一緒ですから、とにかくね、もう文句言わずね、やるしかなりませんよ、ね、できない言い訳じゃなくてね、できる工夫を探す、一つだけね、アドバイスするならですよ、絶対点が上がる方法があるんですよ。絶対点が上がる方法教えてあげましょう。いいですか。点が上がるまでやる、それです、ね、歯を食いしばって頑張りましょう。いい、では参りますよ、25番、知と外性か、はい、誤っているものと、いきましょう。知祖勤能ね、江戸時代の仏の年貢から勤能になったと。ここは画期的だった、2番一定ね、そう、地下 3% ですからね、地下の 3%、ところがね、詐欺の見合いですよ、地租改正反対期とあと西南戦争があってね、 2.5% に下げた。ここも大事ね。3番、小作料に加えて地租、ここもね、普通は小作料も勤能だったとかいう書き方だけど、したら町がすぐ分かるんですよ。小作料に加えて地租を支払うと、こういう書き方をするんですね。一応地租改正は62ねまとめてますね。でここに書いてるけど、小作料は仏の、勤能じゃありません。ここがポイントなんですよ。土地の賃料ね、小作料、これは現物、物のであったということ。小作料払だから、地租が払えないから土地を売るんですよ。土地を所有しとったら地租が払う義務が生じますからね。だから払えないから売る、ね、売ったらもう地租を払わなくていいですよ、ね、その代わり、その売って土地を売って、ね、土地を売ったけどその土地を借りた場合ですよ。借りた場合は当然賃料が発生する。これ小作料、ね、地租は払わなくてよくなったけど賃料は払わなくちゃいけません。でこの賃料が仏能と、仏能現物、仕事なんですよ、ね、両方払う必要はない、答え3番。4番、入り合いポイントね。入り合いも、中世から続くね、この共有地、共同地、没収されてしまうということね。25番、以上、そういうこと。次、26番、地川と。河内泉、摂津三国は、課税基準、地価が高いと。ここか。田んぼの平均。普通平均48円だけど高いです。確かに倍近くある。高いですねやっぱり、ね、なぜかと、ABC の方行きましょう。この地域では江戸時代に米の栽培とも生園も盛ん。まあ確かに摂津はね、海沿いですけども、泉摂津はね、塩、ここちょっと引っかからなくちゃいけませんね。塩はね、最初揚浜式、人間がこの桶で海水を運んでいた。そこからだんだんこう塩の緩慢を利用する方法を思いついて、ね、入浜式に変わる、ね、塩は瀬戸内ですよ。あの赤穂事件の赤穂とかね、この機内でですね、塩っていうのはあんま効かないですね。一応 B 見ておきましょう。松陰作物栽培盛ん、土地からの収益が高かったと。
これでね、これちょっとね、この B で、あ、でね、これ免許ヒントなんですよ。免許書いてくれてるんですよね。これをちょっとヒントにせっちことかな。これ、こっちと言ってみましょうか、先に。農民の地層導入の、負担が重くなった理由。C、松方デフレ。農民が、税が増えた。理由は松方デフレ。松方デフレ80年代前半ね、日本の円の価値を上げるために、上げるというか元に戻すってことなんですけどね、お金の価値を上げるために、まあ、上げることによって物価が下がると、ね、これ松方デフレプラスとマイナス、うん、でこれイギリスから面まあ、ちなみに綿織物ですけどね、ここからは。これ、幕末の。開港の影響。これ、基本事項ですよ。日米修好通商で、はい、貿易始まると。ね、ここね、外国から安価な綿織物大量。ここ、分からない人、ここチェックするときにね。まあ、T シャツ入ってくると。加工品ですよ。綿花ではないんですね、うん、これによって国内の、まあ、綿関係の業者、ね、関係業者、打撃受けると。綿織物、T シャツ。綿花は日本はインドから、輸入しますからね。これだけ幕末、つまり江戸時代。うん、で、決してはやっぱ松方デフレですよ。農作物、米とか、米とか下がりました。ね、でも、地層は変わりませんから。ね、その農作物を売って、そのお金で地層を払ってた。ということは、その農作物の値段が下がったら、要するに実質的な、ね、負担は増えますよ。増える。ね、で、急暴化する。急貧しいと。急暴化、そういうことで農民暴動、二軍勝ちになりにつながっていくってことね。ここで麺があるけあーって感じで、河内、江戸時代商品作物、47、これ間違いさせないこうチェックしとってください。ここ麺、河内の麺、これ特産なんですよ。特産ね、だからここは塩じゃなくて木綿です。麺、ね、これダメ。この商品作物というのは麺を指してる、これを指してる。うん、そういうこと。答えだけ、B と C か、 BC3 番、河内、ね、の麺、木綿ね、ここで押さえましょう。 OK、 次27番、 XY 丸バツ、養蚕製紙、キートですね、うん、日本の産業革命、X はなんていうの、イカルガウン、これイカルガウンって言うの、この期間、この86年から95年かけて、繭の量増えた、農家も増えた、これ見るしかない。これね。これだし、これでしょ。個数は増えてますね。ほら、2700からずーっと来て、3600と。増えてる、増えてる。眉は1500個から4000。増えてますね。丸、×じゃない。Y は、うん、だから、製紙、キートの産業革命。ね、手動の座繰りから、機械の機械、機械か。手動から機械か。基本ね。基本。で、これが、出てきますよ、年。機械が、座繰り越えた。これがちょうど1894。日清戦争。ね、別に世界一になりますからね、中国抜いて。
これが1909。めっちゃ大事。78ページね、明治のこの産業関係まとめてますよ、ね、ここ OK で、だから機械の生産高伸びが機械生産高伸び著しいで、ザグリから機械の転換進んだことが分かる、うん、そうですよね、めっちゃ増えてるから×じゃないよね、だから丸々か、うん OK。 次28番、謝ってるの軍勢ね、まあ、今医療メーカーありますからね、軍勢ね、僕もあの持ってますよ、下着シャツとかね、軍勢、うん、誤ってるもの、言いましょう。1番、食産工業内務省ね、大久保利通内務省、ね、中心ですからね、内務省、ね、内国官業博覧会とかね、これ発表会とか主催してね、どんどん技術をこう全国に広めようとしたわけですね。前島市とか郵便はもうこれもやけど超基本、これで飛脚が、ね、衰退していくと、そういうことよ。3番、官営模範工場モデルを作った富岡製紙、群馬県、フランス、キート、間違ってないね。払い下げ先どこですかね、三井ですからね。いい、4番、貨幣法、金本位、全部内容合ってますね、これね。ここでね、やばい、この貨幣法来た瞬間、第二次松方、ね、ついに金本位。第二次松方やけん、さっきのこれが、日清戦争で第二次伊藤でしょ、ね、いくや、まいまいと、ね、ここが日清戦争やから、次のここ、ここでしょ。ちょっと94年の後やから、まあ、初期じゃないよね。初期じゃ。もう内閣制できてますから、もう食産工業。ね、ね、食産工業ってのは明治初期の、ね、政策ですからね。まあ、その後も基本的に貴重ではありますけどね。やっぱ初期じゃないね。ここ。時期が違いますね。やっぱこの中で間違えてたら4しかないですよ。他内容合ってますからね。時期が違う。そういうこと。これもね、まあ、中期あたりじゃないですか。簡単じゃない、やっぱ。簡単じゃないと思いますよ。次。資料。まあ、カード系ね。カード系が出るんじゃないかと。はい、適当でないの。工場法じゃないね、これね。何ですか。職工取締規定ってやつ。うん、よく見つけましたね、この京都のやつから見つけたんでしょうね。いやー、すごい労力ですよ、こんなの探してこう、ね、問題を作るために資料を探すってね、すごい、適当じゃないの。1番、規定制定目的をしてた他業者が優秀な職工を引き抜くことを防ぐと。資料、雇い主ちゃう、雇い主、増賃をしてみたりに他家の良好を誘導し、うん、というと、ね、ヘッドハントするみたいな感じでしょうね。みだりに増減するを得ずと、まあ、ダメだちことね、うん、ヘッドハントを防ぐために。これ、まあ、罰ではない感じね。2番、職工の賃金の標準額を、賃金極端に上下することを防いだ。まあ、ここから言う、みたいに増減しないと。標準額が、ここへとね、
各分組み及び各部内適宜これを定むと、うん、緑の増減を禁ずるとダメだってことね。まあまあそうですよね。これするとヘッドハンドにつながっちゃうってことか。3番将校に大体もうね繊維関係女性ですから女工と平均12時間以下として、まあ、これは見たら工場法のイメージがありますけどね。野行はなかった。直行女子この辺ですよね多分ね。いやこう夜行なしって書いてます。夜働いとるバリバリ。夜行なかった。違う違う。答え3番。4一応見とく。全部旧暦第二暦これか。農家出身やからね。そう、太陽暦導入しますけどね、文明開化で農村では、ね、まだ太陰暦残った。旧暦がね、やけ農村出身のそういう女工たちはそっちの方が ね慣れてるからってことで、ね、太陰暦だったってことが、ね、旧暦を用いた。やっぱこいつ3番ね。3番、そういうこと。よし30番産業革命。交通で要するに あいうえ、はい、労働運動に対し警戒強めた、ね、根拠治安警察を出てきますよ。もうこれで速攻でね 0.5 秒で第二次山形ね、あと文官任用令改正と軍部大臣現役部官選、これが出てこんと話になります。まず思考力なんだとか言いますけど、やっぱそのベースは知識ですからね。知識だからいい、治安警察を一応見ときましょうか。70ページ、ここですね。治安警察、これの当て馬が治安維持法、もう違いますね、しっかり区別。そういうことでね、まあ、労働運動を抑えようとしたわけですよ。だってストライキとかされたらね、工場止まっちゃうからね、困りますよ、ね、企業もね国もね売るものが作れないわけだからね。だからそんなの制限すると、うん、日本労働総同盟労働組合日本初は明治高野房太郎のね、労働組合規制会ですよ。これが対象になって鈴木文治の UI 会で、これ日本労働総同盟大正デモクラシーシリーズですよ。いろんな社会運動がね、盛んになると、書いてる81ページかこれですね。日本労働総同盟つまり大正、時期違うってことか。うん。あ、これね、ちょっと日本労働総同盟チェック入れましょう。チェック。ちょん、ちょん、ちょん。OK。はい、次、ウトエ。資本管理益優先した、ウ。実態調査しなかった。工場法、第2次桂。そう。施行は第2次大熊ですからね。うん、5年後、第2次大熊。実態調査することなく、ね、これやってますよ。労働状況レポート78ページ、これもうこれめちゃ大事。4点セットね。横山源之助の日本の仮想社会、のがつくからのつながりで、ほら農商務省職工事情やってますよ。チェック一応あのね、調べてる。うん、であと、はい、女工愛し細いわけぞ。山本茂美、阿波の麦峠。これ戦後なんですけどね。では、もう一個ね、あの、高島炭鉱、長崎の。ね、この日本人ですよ。三宅節例の。これで、ね、5つね、労働レポート。だから、やってる、やってる。答えは、あとへ。答えは2番か。
そういうことですよ。違う、あと、あと絵だね。そういうこと。OK。日本労働総同盟。まあ、ここ当てはテーマですけど、押さえておきましょう。はい。ラスト第6問。はい。条約改正。条約改正は、こう落とせませんね。クローンではこの68ページにまとめてます。68ページ。ほぼ網羅してます。順番はだからまず寺島宗則で井上薫で青木修造321基本ね321だからもうこの2つになるとであと内容かまあ分かりやすい井上薫分かりやすい ね6名間ですからでロシア皇太子を襲われた大津事件これが青木修造だからめんどくさいな2があ2があ2があもう2があか1がうでもどっちでもいいですけどねどっちでもいいですけど2が、あでもいいしうが1がうどっちでもいい寺島宗則、イギリス足引っ張られて反対と、そういうことですよ、サクッとXY、日露戦争はい ABCD 日本が国債へ大きく依存した、まあ、借金したわけですね日露戦争でねなんでかはい減税したいや金かかるのに減税はできませんよね増税してますからね増税まあきっちりかっちり分からんでも、ね、増なんでじゃ日比谷野球中起こったかと戒厳令出ますからね関東大震災級ですよあの暴動は、ねそれたくさん人亡くなったと、うんね、日本史上こんなに犠牲になることなかったと、まあ、今後もっと大きくな犠牲出ますけどね、でさらに庶民はやっぱり増税に苦しんだったわけですよ、ね、戦費調達のためそれでもお国のために時間張った、ね勝てば絶対に、良くなるからって言って賠償金もらえるからところがもらえんかったからもう、ね、凄まじい暴動が起きたわけですよ、財政負担そうですよこの戦費の財政負担ですよ。これ A、あ、B ね。減税じゃない、増税ですよ。C では、日露戦争中に対して、ルーズベルト、仲介しますね、ポーツマー条約。まあ、もうインドは、イギリスじゃないですか。アメリカはフィリピンですよ。ね、あまあ、もう C だね。だから、この時点で、B で、答えは4番あ攻略の間違えたんならまあここで押さえるしかないね押さえるしかない、そういうこといや今間違えるのは全然構わないんですよそれをきっちりあの記録していく、ねえ僕はこの黒本、ね、この参考書国史黒本にこう記録させていくひたすらひたすらに、そういうことですよ、ね最後にできればいいんですからいいですかはい次33番うんアメリカと、ね、日露戦争こうやってルーズベルト仲介してくれて非常に日本寄りだったわけですよ、ね、ところが下心があったんですね満州に進出したいんですアメリカは、ねね、中国に進出しようと思ったらそれまでねあのモンロー主義とか言ってあの、ね、アメリカは一切他国から影響、ね、干渉を受けないその代わり他国に干渉しないっつってね、まあ、簡単に言うとカッコつけてたけど中国はやっぱめちゃくちゃ儲かるということで中国に進出しようとしたらもう完全に埋められたわけですね美味しいところ、ね、でここで日本買ったら、ね、満州におったロシアいなくなりますから、
ね、エア生まれるわけですよ。だから一緒にやろうよということね、そうした心もあった、うん、ところが、ね、満州の共同経営、これを日本は蹴るわけですよ。我々の血と、ね、汗と血によって、ね、血と汗と涙によって手に入れた満州、ね、なんでアメリカが、ね、入ってくんだってことで、71ページか、これハリマンですよ、ね、共同経営を日本は拒否で、アメリカはね、恩和田で返し上がってしまうわけですね。このサンフランシスコで排斥運動、ね、この黄色人種が、ね、世界に災いをもたらすと、まあ、世界に近い白人の世界にですけどね、効果論が巻き起こると。でちなみにロシアとこの後なんと仲良くなるんですよ、日露協約つって、ね、そういうことで、こう打つでしょ、日本、理由か、アメリカに移民、これもね、そんなにその何ていうかね、大々的に教えるところじゃないですね。まあ、移民したと、だっけ、日本人学童排斥事件起きたちことは移民がおったちことです ね。逆算しましょう、アメリカに日本人の移民がおったと、ね、ここまあこっちから言います、おつ、これがサンフランシスコ、さっきのね、サンフランシスコやけん、ここね、サンフランシスコ、どっちか、まあこっちはポートマスですよ、東海岸。サンフランシスコ、西海岸ね。あ、ロサンゼルスですからね。こっち側ですよ。これは常識。常識。C。はい。D じゃない。こっちはポーツマス。で、なぜ移民が多かったのか。でも考えましょう。日本人語増加で貧しかった、うん。南米向けの日本人移民は制限され、新天地を求めた。なんか微妙ですね。AB も。もう、あ、これね、センス、ね。貧しからです。ね、これ、制限されてますよ、南米は別に。南米にも当然行っている。ね、でもやっぱ南米よりね、北米の方が豊かですから、豊かな方にやっぱいい、ね、移っていくわけ、ね。なぜかというと、やっぱ貧しからですよ。ね、一攫千金、アメリカンドリーム目指して、日本人も渡ってるってことですね。これはもう、考える。思考力。センスです。であるから答えは、ね、A でしょ、 A の C、 AC 1番 OK。 やっぱねセンスも大事、センスはねやっぱりね、もう演習こなさないとダメですよ、とにかく問題量、ね、できないならできるまでやると、ひたすらコツコツね、もう歯食いしばってやる、これが王道ですよ、王道。いい、いきましょう。34番、誤っているもの。第一次世界大戦。遠征外。21箇条要求。アメリカ批判した。まあ、この遠征外21箇条要求は分かる。基本。アメリカが非難した。まあ、置いときましょうか。2番、日本は大戦契機、ね。戦争契機、大戦契機ね。ウハウハ。アメリカに免税費。3番、日米関係改善、石井菊次郎とランシング、石井ランシング、内容はアメリカがどこ承認したんですか、日本が第一次世界大戦でゲットした山東省ですよ、中国山東省の権益、これアメリカ承認してくれた、ね、しかし、あ、次書いてるけど、ここね、書いてる書いてる、9カ国でその権益、つまり山東権益を返したと、ね、圧かけられて日本がね、そういう流れですね。4番、ロシア革命起こるね、レーニンの。出兵しますよ、シベリア出兵。これで、ね、商人、米買い占め、米高騰、ね、で、ぶち切れた富山のおばちゃんたちから始まった米騒動で、寺内内閣退陣という流れね。これ、どれか。あのね、アメリカ
に打ったのはストッキングです。絹の綿じゃない金。だから世界恐慌でアメリカはこの絹買ってくれんくなって眉暴落ですよ、ね、これで国内で日本国内で失業者増大、もう絹関係ね、キート関係の関連業者もう大打撃ですよという流れ。さっき産業革命のところで見たでしょ、キート。ここね、ほら、ここ 赤で書いてますから。キートはアメリカなんですよ。アメリカ。OK。麺じゃない。麺はね、中国なんですよ。中国。もともとインドから輸入しとったけど、ね、中国も木綿結構盛ん、ね、そこで、ね、中国輸出書いてるでしょ、ね、でだんだんこれどうなるかっていうと、日本から輸出するよりも中国に工場を作った方がいいんじゃねえかと、ね、そっちの方がもうコスト削減ですよ。でこのさっきの山東省とかに在庫を置いて、もう要するに T シャツ工場を作るわけですよ。いやこれに対して蒋介石が北伐仕掛けてくると、ね、でこれを守らないけんと、日本の権益を、まあ、日本人がいますし日本の工場だし、ね、そのため田中内閣が、ね、山東出兵と、こういう流れですよ。でだんだん関東軍がこうね過激化してですよ、ね、こうなったら満州直接統治しようとなって、ね、張作霖爆殺して、そこから満州事変を起こしてと、で満州だけじゃもうね、満たされなくなって中国にもね、こうね、なだれ込んでいくと、日中戦争みたいな感じですよ、うん、だからはい、ここ答えは2番、大戦契機で化学製品、ほらね、ドイツから輸入途絶えて利権のとこですよ、利権。73ページ、対戦契機シリーズ。これも6点セット。ここで言ってるのはここ。ね、だからまあ輸出まで行きませんよ。もう国内の、ね、ね、国内向けだけでも精一杯。ね、そういうこと。OK。よし、35番。ワシントン会議。うん、軍縮ね。4カ国、4、9、海軍軍縮。で、何？お、ラストですか。ワシントン会議。本当はもっとこのワシントン会議、内閣は、ね、高橋これ聞くでしょう。だから、大正のから昭和にかけて、総理大臣。かやおて裸、おりかプレス。焼き方分かった、ハワイサオ。ね、これ、まあ、一応あの、別のとこでね、YouTube。あの、覚え方のところで、なんだろう、あれ。なんていうんですか、あれ。忘れちゃった。フォルダ、フォルダっていうか、再生リストかなんかね、そこで覚え方シリーズのところに入れてます。ね、いくや前も親やかさかさは、これね、誰でも言うんですよ。ね、その後がミソ。僕はあの、ここからさらに戦後の総理大臣までね、そこそこあの、クオリティ高い語呂、教えてますんで、まあ、そっちを見とってください。で、これは、ワシントン会議。ね、だから、焼き方分かった、かやおて裸、ここの高橋これ今日ですよ。誰も最初、うん、でそこまでなんか、ああやけね、普通の昭和まで入るんですよ、ね、下手したらね、こう226とかね、それぐらいまで普通入るけど、やっぱまあちょっとコロナですよね。あれで授業がなかったと。1ヶ月、2ヶ月。
まあそこちょっと配慮してますね、やっぱ河合塾はね。うん、で、まあ、問題的には単純か。ABCD。あは4カ国。4カ国条約。これは、やはりポイントは日英同盟破棄。そういうことね。A か B か。うん、ここね。ちょっと確かにでも、簡単じゃない。やっぱり。黒本では74ページ。ね、4カ国はこれ。日米英仏。覚え方ね、不似合いって覚えるんですよ。似合ってない。不似合い。フランス、日本、アメリカ、イギリス。イタリア入りません。この時点で B。不似合いと覚える。ね、あの、四国艦隊。幕末、ね。四国艦隊が下関砲撃しますよ、長州を。ね、あれ、青い符。これ四国艦隊ですからね。四カ国でしょ。こういう当て馬なんですよ。一応、ちらっと見ときましょうか。四国艦隊、四国艦隊と。58ページね、ここですよ。青い符。こちら、符に合い。OK。はい、次 C で。A。いや、これも基本ですよ。ね、制限量、軍艦の制限、主力艦の制限ですからね、ワシントンは。ね、5対3対 1.67 と。531.67 ね、うん、同率じゃないですよ。もう明らかに違う、ね、アメリカね、英米に対して日本は6割とされたけど、不利ですけど、これでも調印しますから ね、だからパリ講和ね、まあ、軍縮、まあ、国際会議も踏まえてパリ講和で、この、ワシントン会議で、次がロンドン海軍軍縮があるけど、その前にパリ伏線がありますからね。で、細かい人はそのパリ伏線の前にジュネーブというのがあるんですよ。だからパリ講和、ワシントン、ジュネーブ、パリ伏線で、ロンドン海軍軍縮と、ここ大まかな流れね。これ全部調印しますからね、我が国は。で、批准しますからね、そういうこと。で、ここはもう D が違うけん、答えは CBC。ということですね。はい。これで一応コンプリートか。また何かあったらね、解説したいと思います。しっかり頑張ってください。終わります。